私は玉木武史です。生年月日は1940年9月12日生まれ。最初松林流の長嶺昇進先生のところに入門した時は15歳とちょっと10ヶ月ぐらいですね。それからずっと今稽古してます。その間休みは内地に行ってる3年間ぐらいが休んで、あとはずっと稽古続けています。現在の段は中段です。長嶺先生は警察官してた関係上、人にはいつも優しくという話をしてましたし、それで先生ももう年取ってからはちょっと目も悪くなって、あと目も義眼になったんですよ。それを分かる人は少ないです。長嶺先生が義眼ということはですね、それは僕らも毎日先生と朝も稽古したことがあるし、 昼稽古も一緒にやったことがあるし、夜も稽古やったのから長嶺先生のことは大体分かってるつもりなんですけど、長嶺先生がもう年取ってからですね、言われたことを一番頭に残ってるのは、玉木君、これ今から空手は世界中に広がっていくんだよということを言ってたことが思い出してですね、でこの前アイルランド行った時の世界大会に紹介されて行ったんですけど、その時にそう長嶺先生のことがすぐ浮かびましたね。まあ、最初だから長嶺先生の流派だったんですよね。松林流で入って、後でもやっぱりこの長嶺先生が亡くなって2代目になった時に、僕らも追い出された形で正弦流、先輩と田場先生と一緒に正弦流というのを作りまして、今現在は正弦流になっています。流派は型は全く一緒です。正弦流というのはやっぱり、まあ、首里亭の一つの松林と一緒ですけど、それから続いてますので、柔らかくしてですね、瞬発をで戦うということですね。力はあんまり入れない、瞬間瞬間で力を使うということですね。続けていくにはやっぱり自分と戦いながら、自分の体を鍛えながら、いろんなどんなした方が工夫した方がいいか、どうしたら受けやすいとか、相手がどんなしてきた時に攻撃すればいいかということを考えながら、絶えず動いて練習しないと、止まってては空手やった意味がなくなってきますね。だから段持ってても長いことほったらかしするとあんまり体がいいことしてなくなりますから、ですね、やっぱりスポーツ空手はやっぱり広げるためにはスポーツ空手はいいんですよね。だから伝統的な空手というのは、まだ我々が最初習い始めた時から、その沖縄の空手は先輩たちもそうだけど、実戦で使える空手を使いなさいと言われているものですから、絶えず相手がいて自分もそういうような練習の気持ちを持っておかないと対応しきれなくなってきますね。長く続けるためにもやっぱり自分の体の調子も見ながら自分を鍛錬しないといけないですから、鍛錬しながらこの空手の良さを追求していくということと、相手がいかに突っ込んできても自分はそれに対応できるということで、絶えず研究しながら練習しないといけないですね。沖縄の空手は相手が生死をかけた戦いの、昔の武器のない時から先生がいつも言ったような武器のない時に空手というのを考えられているものですから、生死を決する時にはありいかんあれだから、そういう気持ちで練習しなさいということで、絶えず緊張感を持って練習してしないと伝統的な空手にはならんと思いますね。旗判定とか相手が見て審判するんじゃない、沖縄の空手を僕はそう思ってますけどね。空手をするためには、この方はどうした時に受ける、彼はどうした時に突くとかいう、この分解みたいな感じがないとあんまり分かりにくいから、教える時に、特に教える時にはそういうふうに教えると、相手が分かりやすいように説明していくということで、分解というのがあると思います。分解もそうですし、合わせて初めて、あ、これ方はこうして使えるんだなというのがあるわけですよ。こう受けるのとじゃなくて、こう受けたらこうだけじゃなくて、これを次の動作まで考えてやる、次の動作を考えてやることですから、このやっぱり分解説明するためにはあれですよね。
棒をやっています。前はヌンチャクとか菜園もやりましたけど、今は棒だけやってます。山根流の棒ですね。岸場長義先生という先生から投げました。それはやっぱり相手が武器を持って時って自分もその何かをすぐ取って、横にあるのを取って使えるような感じで古武道は必要だと思います。やっぱり昔の教え方しないと今の人たちはこの1、2、1、2、3、4で見てだけは分からないと思うんですよね。もう格好だけやってるみたいだから、やっぱり今さっき言ったようにこれはこんなしないと受けられないとか、そういうことを説明しながらやらないと、昔の方のやり教え方、僕らが習ったのと今の教えが違ってきてますね。関心からを鍛えないと、上半身徹底でこのだけでは力、こっちにすぐ見えるんですよ。僕らは力でやってるというのが、やっぱり関心で取ってるのと上半身力で片付いてやってるというのが僕らが見えるけど、これこれこれで大変。やっぱり正しい方を伝えて、そのこれは継承していってもらいたいですね。その僕らも先生方から先輩もたくさんいますし、そういう教えてこられたことの継承していってもらいたいですね。だから僕は今団体で教えるよりは一人ずつ個人的に教えた方が伝えやすいんじゃないかなと思います。団体というのは大まかなことは分かるけど、この中身が薄いんですよね。今見てたら感じてることはもうやっぱりみんなとやっぱり空手の話するのが楽しいですね。空手やっぱりもうそれが一番楽しい、逆に言うと今は空手に先手なし。